どうも、哲学とです。今回はですね、マインクラフトダンジョンズを、買ったばかりの方向けに、難易度、デフォルトをね、攻略するためにやっておきたいことということで、このゲームですね、実は、放置レベル上げ、いわゆるこう、自動で攻撃させて、レベルをどんどん上げていくっていうことができるようになっているので、まあね、今回まあ、序盤で簡単にできるね、ポイント一つご紹介したいかなと思ってるんですけど、まあ、下準備としてですね、放置してる間に攻撃食らって死んじゃったりするとまずいので、まあ、おすすめのね、エンチャントっていうことで、お伝えしとくと、吸血っていうエンチャントがついてる武器があったりするので、まあ、吸血がついてるもの、今ちょっとついてるのはないんですけど、吸血がついてる武器とか、あと、防具の方にもですね、ライフ吸収の、オーラがついてるものがあるので、まあ、そこら辺のね、二つ、ないし片方でもいいんですけど、つけておくと、まあ、攻撃するごとにね、ライフが回復するっていう感じになりますので、いいかなと思います。で、まあ、もうね、すでに、放置終えてしまった状態なんですけど、ミッションとしておすすめなのはですね、この、レッドストーン鉱山というところですね。ここ、敵がね、無限に湧いてくるスポーンブロックっていうのがあるので、それをね、使ってレベル上げをするっていう感じですね。難易度的には、まあ自分のね、パワーに応じて、まあちょっとね、高めの方が経験値効率はいいかなと思います。なので、まあ無理のない範囲でなるべく難易度を上げて、放置してあげると。まあ、この場所ね、すごく手軽にできるんですけど、あんまりアイテムとかね、エメラルドなんかはね、入手できないんで、まあ、その点だけね、ちょっと難があるかなと思います。なので、まあ、序盤特にやっぱり、エンチャントをね、つけるポイント足りないよっていう人は、まあ、この方法でね、レベル上げしてもらうといいかなと思います。はい、レッドストーン鉱山入ったらですね、まず、こういうね、なんかね、ゾンビのスポーンブロックがあるんで、これをね、探してもらうと。で、理想としてはですね、こう、スポーンブロックの周囲に、結構ね、スペースがあって、まあ、敵が引っかからないようなところがいいかなと思います。でね、一応このマップ、まあもうすでに先全部見てきてるんですけど、こう先進むとね、こっちにもあって、で、こっちですね。ここね、二つね、あるんですよ。なんで、この真ん中あたり立ってね、放置するのいいかなと思うんですけど、結構ね、これ今、奥の、ゾンビが引っかかってずっと歩いてこないと思うんですけど、こんな感じで狭いところだと、まあ、放置してレベル上げてる間にね、敵が詰まって動けなくなっちゃったりするんで、まあ、そこはちょっとね、注意が必要。今一個壊れちゃいましたけど、なので、まあ、なるべくね、さっきみたいにこう、開けたところにあるスポーンブロックのところで、まあ、放置するのがいいかなと思います。なので、まずこう、スポーンブロックがあるところ。これですね。で、引っかからないポイントっていうのは、まあちょっと10分ぐらい放置してね。まあこの位置だったら、敵が引っかからないなーっていうところがあったらね、そこで放置してあげると。まあここだとね、ここら辺もいいかなって感じなんで。で、まあスポーンブロックにね、間違ってちょっと攻撃当たっちゃってますけど、攻撃当たっちゃうとね、レベル上げ放置できないんで、まあ、この状態かな。ここだと多分当たんないので、この辺りにして、で、この状態でね、丸ボタン、A ボタン、攻撃ボタンを押しっぱなしにして、この状態でね、今、用事をね、丸ボタンのところの隙間に刺してるんですけど、まあ、こうしとくとね、
丸が押しっぱなしの状態になるんで、まあセロハンテープで貼っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、この状態でやってあげるとね、序盤のレベル上げ楽になるかなと思います。このねダンジョン入る前実はレベル、25ぐらいだったんですけども、今ねもうレベル48、だいたい10時間放置してレベルが25ぐらい上がってるんで、まあ序盤ねこうどうしてもエンチャントするのに大変だよっていう人はこれ使ってみるのもいいかなと思います。まあちょっとこうやって引っかかっちゃうんで、もうここだったらもうちょっと、あーギリギリかな、こんぐらいかな、多分この位置だったら大丈夫かなと思いますね。まあ他にもね放置できる場所何箇所かあるんで、またね、紹介動画の方撮っておきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。ぜひね高評価チャンネル登録の方もお願いします。